ドッグミートがあの小さな地区であなたみたいなのを見つけてくれるなんて思ってもなかったわ。あ、ドッグミート、ドッグミート。それでこの犬はあんた？あ、そうなの。私の犬じゃないわ。よかった。ドッグミート、いや、ドッグミート大好きだから。独立した犬なの。よかった。そんな風に自由な精神は持てないわ。でも彼は友達を選んだらそばを離れない。これからはそばにいるでしょう。ああ、それよかった。それが見えた。ありがとう。そう、あ、そう、幻覚か。へえ。あら、何を考えてるか分かってるか。そうだね、そうだな。行こうぜ、どこ見と。あのおばさんおかしいよ。クリップボード。ボルト居住者だって。その役に立たないジャンプスーツを着て何をするって？出血多量で死ぬとか？いや、このジャンプスーツ大好き。これは？壊れてるわ。どうしたの？ここを出ていくの？嬉しいか迷惑かは分かる。スタージェス。よ。パワーアーマーに燃料を補給したらミニガンを持ち上げることができるだろう。分かった。少々の蹴りは。オッケー。ベリーイージーを笑う。さすがに。じゃあイージーに上げてみましょう。全然もうちょっと慣れたらノーマルだろうな。それを誰かに言われてはいけない。どこだ。ロボコプロ、プロテクトロンは治安維持から消防まで。ああ、またマシンだ。こいつか。あ、こいつ知ってる。フォールアウト3とかベガスにいた。大体敵だったよね。クライオレーターは、ああ。あそこにあったやつな。オッケー。セーブしとこう。もうバンバンセーブしちゃおう。うん、決定。あれ、こないだ乗ってたやつと同じだよな。あれ、あ、ちょっとこっちの方がフル装備っぽい。ん？ああ、そういうことか。ここだ！ボス！誰かいる！おお、やめろやめろ。武器は？あ、もう勝手にミニガン持ってんのか。それは嫌だな。てか俺これ拾えないの？終わった。お弾もったいねえ。あと400発しかねえわ。俺の手下から逃げられるやつはそう。うるせえ。早くしろ。ダメだ。早くしろ。用事があるんだ。お？合わねえな。どっちがレーダーだ。なんで聞いてくるかね。行っちゃい行っちゃい。よーし。オッケー。お前もか。やべ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 。お前戦えよバカ。やべ、
ああ。よし。倒したよ。お前敵か。あとは？もったいねえな、弾が。もうねえじゃん。降りようぜ、もう。あ、倒した。これ料理できるんだよ。うん、キャップ持ってる。オッケー。降りよう。オッケー。なんで？いいんだ、俺これ好きじゃないんだよ。フュージョンコアを、あ、これ。エンターか。ん？映す。フュージョンコアの91あるじゃん、結構。オッケー。なんでこうなるのね。取る。こいつも取ったんな。弾なくなっちゃったじゃん、もうあれ。よかった、でも、イージーにしといて。やり直しになるとこだったよ。なんだお前ら降りてきたんだ。今のは、かなり素晴らしかったな。よ。味方になってくれて嬉しいよ。おう。みんな大丈夫？みんなこの先大丈夫か？まあ、しばらくはな。少なくともこれで安全なところへ。聞いてくれ。初めて会った時、ミニッツメンのことを聞いただろう。一つだけ知ってほしいんだが、俺たちは友達を助ける人間だ。だからほら、いろいろとしてもらったお礼だ。ありがとう。は？どういたしまして。どういたしまして。お安いご用だ。聞いてくれたから言うが、サンクチュアリに一緒に来ないか？そこに落ち着くまで、ぜひとも力を貸してほしい。え？サンクちゃん、俺んちだよ。わかったよ、ガービー。行こう。行くよ。ダイヤモンドシティ。ダイヤモンドシティには何があるんだ？ショーンはそこにいるのか？もう疲れたわ。そうだな。後で薬を持ってきてくれたら、サイトはもっとはっきり絵を描いてくれるわ。そうっすか。マフィー、それについては話したはずだ。そのうち死んでしまうぞ。プレスト、人はみな最後には死ぬ。私たちにはこれからサイトが必要になる。マジかよ。いる新しい友達にもね。さあ行こうじゃないか。サンクチュアリが待ち受けてる。よし、みんな、この友達のおかげで安心して出られるぞ。これからマママフィーが知ってる場所、サンクチュアリへ向かう。とこ俺んちだよ。お前ら俺んちだっての。ハイになってみた、あの幻覚のことを言ってるんでしょ。それで次はまたマママーフィーに見えたっていう他にマシな計画もなく、骨折り損のために出発するの。ちょっと悪い状況になるなんてありえない。みんないいから落ち着くんだ。みんな一緒にやっていくよな、マーシー。ミサ、だったら次はどうすればいいか。スタージェス、行こう。パワーアーマーを手放すなよ。大丈夫か。え、マーフィーのビジョンを当てにサンクチュアリに。パワーアーマーもう2台いんだ。お前らみんな外にいたんだ。みんなしっかり後ろをついてこい。離れるもんか。行こう。これで行けばいいんだろ。行こうぜ。すみません。大丈夫。みんなをサンクチュアリに連れて行くぞ。行こう行こう。
すぐそこだよ。オッケー。お、フュージョンコア抜いとこう。オッケー。来たかな、あいつら。あ、いた、来た、来た。よう。なあ、先に進もう。一緒に来てくれるんだな。嬉しいよ。てか、ここ俺ん家だ。ママ、マーフィーの言うことは正しかった。素敵なところを見つけてくれた。ここに。お前、何度も言うが、ここは俺ん家だぞ。なあ、まあいいか、終わり。あ、お前勝手にいたのかよ。ほら、よう。どうした？どうしたってか、お前らは何、何してんの？ちょっといい？コンコードで助けてくれたことは俺が言いたかったんだ。お前か。もっと早くに出会ってさえいればな。何があった？何があったんだ？早い話が、クインシーの攻撃から逃げてきたんだ。以前はもっと仲間がいたんだけど、息子が。帽子かぶってみる？民兵帽。おお、どう、ちょっとかっこよくなった？そうだ、そう、あいつら畑の仕事させていいんだ俺。いたいた。お前、お前、マーシーロング命令。これスイカ、エンターで配置か。ねえママ、最近は調子どう？まあまあだよ。ここはあれ、勝手に配置されてる気がする。ようやく落ち着けて嬉しい。お前らやる気になってんじゃん。あ、いいね。若い頃の逃亡生活。ここは、お、懸賞金がかかってる時はそうしなきゃならないんだよ。え、みんなやってくれんの？小さな忠告だけど、レイダーを裏切ってはいけない。あれ、わかんない俺。命令されたのか。あ、食料10になってる、すげえ。どこにいる？お、いたいた。お、よ。いや、とにかくここにいてくれて嬉しいよ。てか、これ俺ん家だよ。こんなことを言ってはなんだが、他にも頼みたいことがあって。ちょっと待ておい。ある居住地の住民が救助を必要としている彼らはミニッツメンがどこかにいて助けに来るのを期待しているが、ミニッツメンが復活できる唯一のチャンスは頼りになる存在だと人々に知ってもらうことだ。だが困ったことに、ここでの仕事が忙しくて。居住地の救援に向かってくれないか。え？まずここは俺んところだってな。どうやったらわかんの？何をしてやればいい？どうやら例のごとくレイダーのようだ。詳しくは住民から直接聞いてくれ。どこで？何をしてやればいい？どうやら例のごとくレイダーのようだ。詳しくは住民から直接聞いてくれ。ね、皮肉っていうかさ、お前行けよ。まあいいや、じゃあ、はい。喜んで。喜ばないけど。ミニツメにはあんたのような。When Freedom Calls。ところで、もし人の役に立ちたいなら、スタージェスと話をしてくれ。手を貸してやればきっと喜ぶぞ。え、ちょっと待って。いや、ちょっと待って待って。お前、俺がお前に命令するんだよ。じゃあ自宅警備員ってことで。俺に言わせれば、自由とは戦って勝ち取るだけの価値があるものだ。いや、何言ってんだよ、人の使って。ここはトムの村だよ。なんかみんな勘違いしてるようだな。何も言うことがなくなれば文句言うのをやめる。え、俺文句言ってんの？お前聞いたことないけど。いや、スタージェス、仕事がしたいのか？いや違うよ。だから何をすればいい？なんだこの人よし。本物のベッドが欲しいな。もう地面で寝るのはたくさん。バカ野郎、7個あるだろうよ。喜んで。そいつはいい。そいつはいい。ってもうあるけど。みんなが屋根の下で眠れるようにしてくれ。
この辺の家はかなり古いけど、まだまだ使えるはずだ。こらこら。ここに作業台がある。何か必要なものがあったら大声で知らせてくれ。はあ？入所にベッドを作る。作ったよ。スタージェス。気に入ったよ。これでみんなしっかり眠れば士気も上がるぞ。うん。次に必要なのは綺麗な水。いや水もいっぱいあるでしょ。20個ぐらいあるよ。任せてくれ。綺麗な水か。任せとけ。ありがとう。あるんですけど。スタージェス。綺麗な水がいつでも飲めるって考えただけでもう気分が良くなってきた。そりゃそうだろ。まあ、続けて頼み事はしにくいけど、実は食料が足りなくて。10個あるじゃん。今後もここに住み続けるなら農業ってやつを始めないと。始めろよ。始めようよ。すぐ何か植えてみるよ。じゃあもう植えてあるから 100%。 スタージェス、終わったよ。ここは我が家だと実感できるようになってきた。作物を自分たちの手で育てることができればもう安心だな。いやお前ら防衛しろよ。物持ちが良くなるとそれだけ悪い連中から狙われやすくなるという。そうだよ。守りを固めないと。今のままではプレストンも気が気じゃないだろう。いやあいつ仕事しないんだ。もう十分だ。もう十分力になった。人助けが好きじゃないのか。いやもう十分。こら。あのスタージェス、ありがとう。これで夜は安心して眠れそうだ。長い道のりだったけど、これが我が家ってやつか。お前誰と何だやろうと思ってんだよ。うちは次は次はそうだな、まともな生活を取り戻したいな。生存じゃなくて生活を。いつだって歓迎するよ。ドアはいつでも開いてるからね。てかここ俺の部屋だよ。そういや壁も。では仕事に戻ろうか。ちょっと待ってくれよ。完了。それ完了だろう。ひでえ。俺んちだよここ。食料10、人間5、寝床7、満足度80、防御27。文句あんの？じゃあもっとタレット作ってやるよ。大好きだから作んな。こことあそこと、ここに2台。ここに2台。ってか、もう一個ここに作ろうか。ここメインだから。もっと高いところに置いた方がいいんだろうな、本当はな。まあいいや。後で置けばいいから。タレット。お、鉄、増えた。また、あ、そっか。電気回路めっちゃ増えた。ああ、そうかそうか。やったねー。作れないんだよ。ガンナットないから。もう一個。これで完璧だべ。入り口に3台。これで防御32。もう素晴らしい。ビーコンこの横がいいな。オッケー。ビーコン。これだっけ？募集。これか。これ何なの？ターミナル？ああ。おうおうおお、すぐ横がいい。これぐらいがいいか。上に上げられんじゃない。上がる上がる。接続。あ、選べない。ワイヤー。募集開始。なんか一気に進んじゃったよ話が。結構すぐ来そうだな。じゃあまた食べ物
こに行ってもらってくるわ。な、おばさん。サンクチュアリー。おお、あなたが来ることは分かってた。あなたのエネルギーはこの場所に結びつけられてる。てかここ俺んちだったよ。何回行ったらあかんで、ね、こいつら。ここに照明灯もあるし。全部俺が作ったんだよ。たくそ。なんかこいつは勘違いしてるな。あ、スイカが鳴り始めた。すげえ。ちゃんと育ってるようだ。収穫していいの？